ライフスタイルを美しく豊かなものにする上質で価値あるインテリアとデザインの世界へようこそ。ワールドインテリアエクスプレス。メゾン・エ・オブジェ・パリ。パリ市郊外のノールビルパンと日本一会場を舞台に年2回開催の世界最高峰のインテリアデザイン見本市です。7つの巨大なパビリオンのうち、フランス語で家を意味するメゾンをテーマとし、家具を扱うブースが立ち並ぶのは主に3つのパビリオンです。会場に入ると、まずは今回のデザイナーオブザイヤーに選出されたラファエル・ナボが手掛けたジ・アポーテムラウンジが目に入ります。光とテクスチャーをテーマとし、視覚的に感情に訴えるような没入型のインスタレーションには、デザイナーがイメージする幻想的なインテリア空間を作り上げるため、フロス、ロシュボボア、クバドラといったヨーロッパ各国のインテリアブランドのプロダクトが絶妙にスタイリングされています。今回のメゾン・エ・オブジェを象徴する印象的なインスタレーションを堪能してから展示ホールへと向かうと、広い会場には華やかなスタンドが立ち並び、すぐに見本市のにぎわいと熱気が感じられます。こちらはイタリアのアウトドアブランドエティモ。2020年のコロナ禍以降、インテリアへの関心が高まる中、ナチュラルでサステナブルなプロダクトを作り続けるエティモは、近年急速に注目を高めているブランドの一つです。そんなエティモが今回の展示の目玉の一つとして挙げるのが、フランス人デザイナーパトリック・ノルゲによる新機軸のアウトドアプロダクト、エースコレクションです。 Last big project was the Ace collection. We're thinking about to open a new market for the outdoor, because outdoor is not only the lounge or the restaurant, but thinking to live outdoor is always to play sport, for example.And we have this idea with Etimo to explore something about the sport and the seating for the sport, like tennis, and we developed this collection. It's the first one in this world of the outdoor furniture, and it's a big success because we introduced this collection in a lot of space, like Roland Garros in France, or the famous tennis game in Italy, and it's a very interesting project. We introduced this project 2 years ago,after the COVID, and now we restart to push this project because there's a big opportunity to upgrade the quality of the furniture for the sport, like swimming pool, golf, tennis. It's a new market. アウトドアプロダクトへの注目の高まりは、イタリアのブランドジェルバゾーニのスタンドでも見ることができます。スタンドの半分をまるまるアウトドアプロダクトの展示に使用し、ブランドとしての新たな方向性を示していました。中でも注目のプロダクトとして挙げられていたのが、佐藤大樹が率いるデザインスタジオ粘土が手掛けたテーブルとスツールからなる最新のコレクション重ね。ポリマーフォームをベースに成形し、薄い粘土の層で表面を覆って作り出す独特のテクスチャーが、ナチュラルな素材感と心地よい感触を生み出す印象的なプロダクトです。Questa fiera, Maison Obje, è sempre stata una fiera molto interessante. La facciamo da oltre, partecipiamo da oltre 20 anni. E due ragioni principali sono che per noi il mercato francese è il secondo mercato per importanza dopo il mercato italiano.E anche perché Maison Obje è una fiera internazionale, quindi non ha solo visitatori francesi o europei, ma ci sono visitatori un po' da tutte le parti del mondo e quindi ci piace molto essere presenti. E poi Parigi è sempre bellissima. Design 性が際立つイタリアのブランドが強い存在感を発揮する一方で、現代的なサステナビリティの課題に明確な回答を示してみせているのが、インテリア先進国の一つであるデンマークのブランドです。例えばこちらのブランドフーエは、デンマークの家庭から出るプラスチックごみを再生素材として活用し、デザイナーの手によるデザイン家具として生まれ変わらせる
マイトラッシュコレクションを展開。ゴミは廃棄するものではなく、プロダクトの素材として活用するというエコサステナブルなものづくりを実践しています。同じくデンマークのブランドウメイは、プラスチックゴミから作り出すポリエステル繊維で織られた再生素材生地をプロダクトの布張りに全面的に使用。そのサステナブルなコンセプトと北欧の家具作りの継承が感じられるデザインから、2023年のドイツデザインアワードを受賞したチェア、ザ・リーダーがひときわ注目を集めました。日本一としての規模の大きさが際立つメゾンエオブジェですが、新進気鋭のブランドやデザイナーの出展や企画展も多く見られるのが、その魅力の一つでもあります。見本市会場の中心部に大きなスペースを取って展示された企画展クラフトでは、その名の通り、ヨーロッパ各地の小さな工房による興味深いものづくりの出展が並びました。特に木を中心とした素材を職人的な技術による加工だけでなく、デザイナー的な発想で他の素材と組み合わせることで、ハイクオリティなプロダクトを見事に作り出すものづくりの無限の可能性が感じられました。また日本や韓国といったアジアの国々や、あるいはアフリカからも興味深いプロダクトの出展が見られました。こちらの江戸東京キラリは、切り子や組子、組紐、和太鼓といった東京の伝統工芸とパリのデザイナーとのコラボレーションにより、新たなプロダクトを生み出し、国内外に向けて広く発信するというプロジェクトを展開していました。一方で、チュニジア出身のデザイナーデュオによるブランド、ティンジャは、チュニジアの伝統的なものづくりの技術と発想を生かし、土や木といった自然素材と陶器や金属を組み合わせた独特なデザインのプロダクトを紹介していました。ものづくりやデザインの多様性も発見できるメゾンエオブジェ。その名の通り、ここではインテリア小物や生活雑貨のデザインにも興味深いものが多く見られます。こちらのイーケンドルフはドイツ発祥のガラスメーカーながら、現在はイタリアのミラノに拠点を移し、洗練されたデザインのガラスプロダクトで知られる老舗ブランドです。その主力デザイナーの一人であり、ブースデザインも手掛けているのは、東京とミラノで活躍するイタリア人デザイナー、デニス・グイドーネです。Quest'anno tra i vari progetti che presento per Ikendorf ce n'è uno in particolare che abbiamo chiamato Ice, dal nome ghiaccio, e il progetto si ispira ai giochi di luce che osserviamo mentre osserviamo una lastra di ghiaccio. E la linea è un progetto che va un po' fuori da ciò che io faccio a livello formale. E di solito lavoro molto con gli stampi, delle forme molto nette, e questa volta abbiamo giocato con uno stampo a rotazione centrifuga che permette sì di fare delle forme disegnate, però casuali, infatti ogni pezzo è diverso dall'altro. E diciamo che la particolarità di questo progetto è unire la produzione industriale con una chiave artigianale, ecco, unire l'artigianalità con la produzione mass production, la produzione industriale. 同じくイタリアの老舗デザインブランドであり、キッチンプロダクトで知られるアレッシーのスタンドで大々的に展示されていたのは、現在のイタリアデザイン界の巨匠の一人であるミケーレ・デ・ルッキがデザインしたブリッセシリーズ。プリーツのようなテクスチャーとプラスチックの素材感がブランドの新たな方向性を明確に表現していました。このように興味の尽きない展示が並ぶメゾンエオブジェですが、最後に同見本市と連携してパリ市内で開催されているパリデザインウィークで大物デザイナーの最新作が見られるというショールームに伺いました。
こちらはパリの新興ブランドながら、人気デザイナーとのコラボレーションを次々と発表して話題を集めるデザインブランド、ラ・マニファクチュール。こちらのモースは、南ドイツのバイエルン州の森で見られる自然の苔の柔らかな質感からインスピレーションを得たというモジュールソファーです。手がけたのは現在世界で最も注目を集めるデザイナーの一人であるセバスチャン・ヘルクナーです。 Products are produced in Europe in a very high quality at small manufacturers because this is the idea of the brand. It's about likeParis is connected to fashion, to couture. It's also here with La Manufacture, like the name also says, the manufacturing. So it's about craftsmanship, it's about quality, it's about detailing, it's about a selection of nice fabrics from Quadrat, from Deda, from Elitis, from other brands. And so to give really a certain elegance and beauty to the interior.パリのブランドを通じて実現するハイクオリティなものづくりとデザインの融合。デザイナーとして世界のさまざまな国や見本市を経験し続けているヘルクナーにとっても、この街やメゾンエオブジェは特別の場所のようです。I come here quite often to look around and it's an inspiring city. It's an old city. There are amazing museums. And I think it's always inspiring to come here, but also to meet people. It's an international city, and Maisons-Objet, it was good to be back again after a break of almost 3 years, really to meet people again from China, from America, from Panama, from all over the world, which is getting together here. And it's this year the first show. フランス、パリならではの国際性や多様性、そして華やかさが大いに感じられるメゾンエオブジェ。人が集うことによって生まれる新たなデザインや創作のエネルギーをぜひ皆さんも体験してみてください。パリ市内南西部にあるオッコホテルズパリポルトドベルサイユは、およそ15年前にオリビエ・デュビースによって創設されたフランスのホテルグループオッコホテルズが経営するホテルの一つです。従来のホテルにはない新たなホスピタリティの提供をテーマとするオッコホテルズの最大の特徴は、ホテルのインテリアデザイン、さらにはサービスそのもののデザイン性にあります。そんなこのホテルの総合的なデザインを手掛けているのは、現代のフランスを代表するデザイナーの一人であるパトリック・ノルゲです。オッコホテルズはIt's not old project, but it's a very interesting project. We started in 2008, and the challenge was to create a new brand, hospitality brand. And the founder of Oco was a guy who came from the hospitality business as a big group in Europe, the Accor Hotel Group. And he left this company, and he called me and said, oh, hey, Patrick, I have just a business plan, and I want to create a new company, a new brand. I said, hey, okay, let's go. And we started thinking about the hospitality.And we create Oco. My job was to thinking about the evolution of the hospitality, a new ergonomy, a new philosophy, a new aptitude to share with the client. And we develop everything, the company, the name, the logo, the graphic design, and the interior design. And it was in France, in Europe, a new gap for the hospitality because we change a lot of things. For example, in Oco, if at midnight or middle of the night you want to eat something,You can go in the club. The club is a space like the living room at your home. All the fridge is open. There is food, but we don't ask you to pay because it's free. It's like a real home. It's to live at home. And it was a big challenge. We pushed the brand 2008, 2010, and now Oco, it's a very important company in France and in Europe in the future. And they developed and they opened a lot of new hotels.現在はフランスの主要都市に合計13のホテルを展開し、そのどれもが明確なコンセプトの感じられるデザインホテルとして高い評価を得ているオッコホテルズ。クラブと名付けられた共有スペースには、ノルゲ自身がデザインしたチェアやテーブル、ソファーが随所に見られ、リラックスとビジネスのどちらの用途にも対応できるスペースとしてデザインされています。一方で客室は、
都市型の機能性と清潔感のあるコンパクトなデザインで統一されており、都会的な洗練さを感じさせながらもリラックスした滞在を満喫できます。 Everything OKO, we built a new building with an architect, and when the building is finished, in the same time, we developed the hotel. So my job was to design all the different space, the bedroom, the sanitary, the gyms, the club, the entrance, everything. And the challenge for this kind of business was to develop the bedroom, because it's like in between industrialization of the bedroom, and we develop like a kit, and all the time we plug the same architecture, the same bathroom, the same accessories, it's like a concept. But every rest of the hotel, the club or the are totally different, because all the time I want in the past to develop the special design with the atmosphere of the city. If tomorrow we develop an OKO hotel in Tokyo, it will be totally different like in Paris. Because to travel is something like this. You know, we hate to have a brand like everywhere. The globalization of the world sometimes is boring. And it's the reason why hotel is cool to plug inside the difference of the culture. 今回も注目の若手デザイナーをご紹介しましょう。My name is Mireille Monticelli. I'm a Filipina designer living and working here in Milan in Italy. And I create sculptural lamps made of Banaka fiber. 生まれ育ったフィリピンからミラノに移住し、イタリアデザインの名門ミラノ工科大学で学びデザイナーになるのを志したというモンティチェッリ。My desire to design came, I think it was a subconscious decision because my parents are creative people. My mom is a fashion designer and my father is an engineer who really likes building things. So I think I inherited this trait from them and they were very, very supportive of my creative inclinations. And they would bring me around the country, around the Philippines where I grew up, and they would show me or make me experience the different handicrafts around the country. And I think that this really made a big impact on my creations today because most of the things I make are very artisanal and handmade. 彼女が作品に使うバナカはフィリピンの伝統的な植物素材の生地なのだそうです。When I was younger, my mom used to bring me to see this community of weavers in the Philippines. And whenever I would see them creating this fabric, it really touched me. So now that I'm older, I felt like I had to take it as a cause to promote this fabric, to use it in my work. And not only because it's very beautiful, but also because I want to preserve this tradition as a cultural heritage. And I also want to create sustainable livelihood programs for the people who are making it. 故郷への思いを形にするモンティチェッリのデザインですが、そのデザインにはどのようなこだわりがあるのでしょうか。 I really put importance into learning new techniques in my creations. For example, I use this fabric, this Banaka fabric. And for me, it is important to learn new sewing techniques or add a new element to the material so that it would alter the structure or the form so that it would give a new dimension to the product. So I'm really hands-on with my work. So I do some sketching, but I really do a lot of experiments and I think that's what really makes it interesting for me. Like every day is different. 花のような美しいランプの作品が多く見られますが、最近作ったというこちらの作品はどのようなモチーフから生まれたものなのでしょう。 I made it because it was influenced by a trip that I did to Florence recently. And I went to the Uffizi Gallery and I saw the Venus of Sandro Botticelli and I was really inspired by it. So I wanted to make like a shell or I wanted to recreate the shell out of the fabric and then put a glowing lamp inside which seems like a pearl. So that's like the Aphrodite.
And I really had fun making it because I also explored with the materials for the base of the lamp. I made a composite for the cement, and I mixed the cement with the banana fiber that I use to create this product. リーニュロゼ、1860年創業、フランスリヨン郊外の木材加工場としてスタートし、20世紀半ば以降からデザイナーとのコラボレーションによるデザイン性の高いコンテンポラリー家具の製造を開始。洗練されたデザインに加えて、豊富なコレクションやカラーバリエーションを通じてライフスタイルそのものを提案するフランス有数のインテリアブランドです。そんなリーニュロゼを代表するプロダクトがこちらのトーゴ。リヨンでデザイナー一家として有名な家に生まれ、まさに生まれながらのデザイナーと称されたミシェル・デュカロワによるデザインです。発売開始から40年を超えるという歴史的なプロダクトでありながら、常に今日的なイメージを持つ奇跡のソファーで、リーニュロゼの名声を世界的にした傑作です。高密度のウレタンフォームで全体を構成することで抜群の座り心地を実現し、バリエーション豊かなシート生地により、クラシックなインテリアにもコンテンポラリーなインテリアにもフィットするため、自由な空間構成を可能にしています。そして現在特に人気を博しているのはこちらのプルム。現在のフランスを代表するデザイナー、ブルレック兄弟によるデザインです。角のない滑らかなシェイプが特徴的なソファーで、最高の座り心地を実現するために特別に開発された高密度のウレタンフォームとスチールフレームをベースに、表面に弾力のあるストレッチ生地を使い、ソファー全体を縫い目のない仕上げでカバーしています。さらに座面を少し閉じた角度に仕上げることで、座る人同士の距離を近づけ、自然と会話を弾ませるようなフォルムにデザインし、人々がリラックスしながら観覧を楽しむ空間を作り出します。リーニュロゼが期待を寄せる新作がタル。現在世界で最も注目を集めるドイツ人デザイナー、セバスチャン・ヘルクナーのデザインです。ブランドが長年かけて培ってきた職人技と専門知識を生かしたこのアームチェアとソファーのシリーズは、座面と背もたれがそれぞれに絶妙なカーブを描くように組み合わさり、全体的に丸みを帯びたエレガントなフォルムにデザインされています。設置する空間に応じた様々なサイズや素材、カラーのカスタマイズが可能で、フットスツールとの組み合わせによりさらにリラックスした時間を堪能できるプロダクトとなっています。ワールドインテリアエクスプレスは動画配信でもご覧いただけます。詳しくはインテリアズのホームページで。次回の放送では、革新的でシンプルなデザインが人気のグローバルブランド、アルペールを特集します。どうぞお楽しみに。